らしくアサリ屋さんかね。おお。あら、なんか作業してる。何をしているのでしょう。ちょっと見させてもらおう。ああ、これは普通の格好じゃ入れないな。ああ、アサリ向いてるんだ。おお。しかし早いね。あっという間に向いてます。すいません。はい。今これアサリ向いてるんですか。そうですね。すごい速さですね。そうですね。機械に通すとこういうふうに簡単に向けるようになるんですよ。ああ、機械に通すと、はい、そうですね。こういう状態で機械から出てくるんですか。そうですね。口が開いて。どんな機械だろう。よかったら中見てみますか。あ、いいですか。あ、いいですよ。こちらにどうぞ。あ、こっちから。はい。アサリを機械に通すと簡単に剥ける。後ろもやんの。一体どういうことなんでしょう。こう美容院来たみたいだね。ここに入んなきゃいけないのかな。はい、ごめんなさい。すごい量だね、これは。この機械で、ええ、アサリに水圧をかけるんですね。はは。もう振るだけで身が取れちゃうんで、うんうん、あ、ちょっと待ってください。はい。これはまだ閉まってる、閉まってて生きてるアサリですね、うん、まだこれ新鮮な。あ、これだからね、生きてるんだからね。だんだん閉じていきますね、うん、生きてる、生きてる、うん、へえ、生きたアサリをそのまま機械の中に入れるんですか。機械の中でアサリに圧力をかけること8分。どうぞ。こういうふうに。あら、ほんとだ、すごい。ちょっと向いてみますか。はい。こうですか。はい。これはこうやってやるんですか。そうですね。あ、振っていただければ落ちると思います。え、振れば。あ、本当だ。つる。あら、すごい。面白いように取れるね、これ。どうして。この機械で、アサリに水圧をかけるんですね。はあ、はあ。で、圧力をどん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 かけてって、それを解放した時に、うん、アサリが開くっていう。深海魚は目玉が飛び出したみたいな、ね、内臓が出たりとか、はいはいはい、胃袋が出たりしますよね、はいはい、あの状態ですね。なるほど、あの原理と一緒です。お、昔はこう手でナイフ入れて、うんうん、一個一個、ね、あら、それは大変でしたね。これ画期的な機械ができたってことだね、これ。そうですね。もともとは殺菌目的でかけてみたら、たまたまアサリの貝がこう開いて、発見したというか。殺菌目的がこれじゃ、もうあれだね、黄毒というか。そうですね。すごい大発見ですね、これね。こちらの会社は貝を剥き続けて35年。二枚貝だけでなく、サザエのような巻貝も簡単に身を取ることができるそうで、ほら、この通り。こちらでは様々な貝のむき身をスープ。おお、すごい。おお、生きてる、生きてる、生きてる。これがどうなっちゃうって。まあ見てるお楽しみになろう。そうですね。ね、貝と同じように伊勢エビを機械にかけるとどうなるのでしょう。圧力をかけること8分。ちょっとこちらに行きます。見た目は全く変わりませんね。そうですね、はい、ここをまず外します。で、あとはこうゆっくりと、ね、おあらまあ、おお、見事。わ、すげえ。でこれを取ると、この
ヒレの部分の身もこう、うんうん、あ本当だ取れちゃうんですよ。おお、そうですね、綺麗に取れますね。なるほどね。あとまあヒゲも取れるんですよ、身が。え、ヒゲって中に身が入ってるんですか。 ここにね、身が入ってるんです、先っぽまで。うん、伊勢海老、あ、ほんとだ、ほら、伊勢海老のヒゲの身初めて見ました。食べてみます。え、これ食べれるの。まあ、食べれますよ、大丈夫ですよ。伊勢海老のヒゲの中にある身まで食べられるんですか。伊勢海老のヒゲの身だって。西岡さん、どう。あ、おいしい。やっぱり今生きてるからまだ塩のさね。そうですね。あれ海水みたいにしてるんですか。海水でやってるんで。いや、真水、海水なんで。あ、海水なんだ、だからちょっと塩気が入ってるんですね。あ、だから塩気が入ってるんだ、これうまい。ちょうどいいですよ。こちらでは伊勢海老のほか毛ガニなど貝以外のものにも取り組んでいます。商品化はまだですが、近い将来毛ガニやオマールエビのむき身もスーパーに並ぶ日が来るかもしれませんね。